皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ニュークリエーションチャーチの三好明久です。今日もリビングライフのテキストを用いて神様の言葉である聖書からご一緒に教えられてまいりましょう。本日は2024年8月10日の土曜日、聖書の箇所は旧約聖書列王記第2、21章10節から26節。タイトルは神の忍耐の終わり、悪を拭い去る裁きです。私たちが試練や誘惑の中で主により頼んで偶像により頼まない、そのことについてご一緒に教えられてまいりましょう。列王記第2、21章、10節から26節。主はそのしもべである預言者たちによって次のように告げられた。ユダの王マナセはこれらの忌み嫌うべきことを行い、実に彼以前にいたアモリ人が行ったすべてのことよりもさらに悪いことを行い、その偶像でユダにまで罪を犯させた。それゆえイスラエルの神主はこう言われる。見よ、私はエルサレムとユダに災いをもたらす。誰でもそれを聞く者は両耳が鳴る。私はサマリアに使ったはかり縄とアハブの家に使った重りをエルサレムの上に伸ばし、人が皿を拭い、それを拭って伏せるように、私はエルサレムを拭い去る。私は私の譲りの民の残りのものを捨て去り、彼らを敵の手に渡す。彼らはそのすべての敵の餌食となって奪い取られる。それは彼らの先祖たちがエジプトを出た日から今日まで私の目に悪であることを行って私の怒りを引き起こしたからである。マナセはユダに罪を犯させて、主の目に悪であることを行わせた罪だけでなく、咎のない者の血まで多量に流したが、それはエルサレムの隅々に満ちるほどであった。マナセについてのその他の事柄、彼が行ったすべてのこと、彼が犯した罪、それはユダの王の歴代史に確かに記されている。マナセは先祖と共に眠りにつき、その家の園、ウザの園に葬られた。彼の子アモンが代わって王となった。アモンは22歳で王となり、エルサレムで2年間王であった。彼の母の名はメシュレメテといい、ヨテバ出身のハルツの娘であった。彼はその父マナセが行ったように、主の目に悪であることを行った。彼は父の歩んだすべての道に歩み、父が仕えた偶像に仕え、それらを拝み、彼の父祖の神、主を捨てて、主の道に歩もうとはしなかった。アモンの家来たちは、彼に謀反を起こし、その宮殿の中で王を殺した。しかし、民衆はアモン王に謀反を起こした者を皆撃ち殺した。民衆はアモンの子、ヨシアを代わりに王とした。アモンが行ったその他の事柄、それはユダの王の歴代史に確かに記されている。人々は、彼をウザの園にある彼の墓に葬った。彼の子ヨシアが代わって王となった。南王国ユダの王様であるこのマナセは、大変この悪い王様としてこの知られています。11節にユダの王マナセはこれらの忌み嫌うべきことを行い、実に彼以前にいたアモリ人が行ったすべてのことよりもさらに悪いことを行い、その偶像で
ユダにまで罪を犯させたとあります。で、実はですね、この彼はこの王様として非常にこの能力が高かったようで、まあ、強国アッシリアが北王国を滅ぼして、そしてこのアッシリアという強い国に対してですね、なんとかこの生き延びていくために、いろいろとですね、この政治的な力を発揮したわけなんですけれども、しかしアッシリアに、という試練がやの対してですね、彼はその神様ではなくて、偶像をより頼むという、そういうことをしていくわけです。別に彼だけじゃなくて、王様みんなそういう感じなんですけれども、でも彼はですね、特にその責任を問われると。12節に、それゆえイスラエルの神主はこう言われる、見よ、私はエルサレムとユダに災いをもたらす、誰でもそれを聞く者は両耳が鳴る、そういうショックを受けるっていう意味ですね。そして13節には、私はサマリアに使った計り縄とアハブの家に使った重りをエルサレムの上に伸ばし、エルサレムっていうのは南王国のことですよね。サマリアっていうのは北王国のこの首都だから、北王国が滅びたように南王国も滅びると。人が皿を拭い、それを拭って伏せるように、私はエルサレムを拭い去る、もう徹底的に滅ぼし尽くす、だからですね、南王国滅亡の最大の責任者はこの、マナセであるということがはっきり書かれているわけです。で、その原因は何かといえばですね、それは主をないがしろにした、いうことですよね。で、偶像礼拝によって神様の御心を損ない、そしてこの南王国は滅んでいく。偶像礼拝というのはですね、パウロはコロサイ人の3章5節に言っているように、貪欲ですよね。貪欲こそが偶像礼拝なんだと。で、何が貪欲かって言ったらですね、この世の繁栄を追求していく、そのためにですね、この神々を作って、そしてそれにより頼むと。で、この文脈では、アッシリアが持っていた偶像を取り入れていくわけなんですけれども、でもですね、ここで私たちが覚えなければならないことは何かというと、アッシリアはですね、自分がこの、支配しようとしている国々に対して別に偶像礼拝を強制していないということです。だから私たちがこの偶像礼拝をこの誘惑に陥るっていうのは、それはなんか私たちの人間の方でこう忖度をして、人間の方にですね、権力にへつらって、あるいは文化や世間といったものに媚びて、そのもう偶像を自分の中にこう引き入れてしまう、そういったことがね、ここで あるんじゃないかとこう思わされるわけです。で、私たちもですね、この日本では偶像がいっぱいあるわけなんですけれども、このいろんな誘惑や試練になった時にですね、この直接的になんかその神社に行って拝んだりとかですね、そういうことはないかもしれないけれども、しかし何かですね、お金に頼ったり、この権力に頼ったり、強いものに頼ったり、その神様ご自身ではなくて、神様がお作りになった被造物の何か頼りになりそうなものにより頼んでいくという、そういうことがですね、あるいはあるかもしれないですよね。で、ですから私たちはここで、そういうことをしているとですね、神様ご自身に対して背を向けることになって、神様の方も背を向けるってあれだけども、その、もちろん永遠に背を向けるってわけじゃないわけなんですけれども、でもやはりですね、神様の祝福をこの奪い去られていくっていう、そういうことがですね、あるんだということをここで覚えておきたいと思うんです。で、その時に私たちは偶像ではなくて、主ご自身により頼む試練やいろんな誘惑、罪の誘惑がある時に、それに負けないで、主ご自身をこの信じて、主ご自身に求めていくということをこの選び取っていく、で、そのことをですね、私たちは覚えていきたいと思うんですけれども、でもその時に私たちは2番目に、16節にこう書いているのを見るわけですね。マナセはユダに罪を犯させて、主の目に悪であることを行わせた罪だけでなく、トガのないものの血まで多量に流したが、それはエルサレムの隅々に満ちるほどであった。考えられることはですね、王様であるマナセが偶像により頼んでいくときに、預言者たちですね、ユダヤのこの預言者たちはそれに反対すると。反対したらですね、マナセは権力者ですからね。だからこの預言者たちの血を流して、そして自分に逆らう者のこの命を取っていくっていうかですね、そういったことが起こると。ですから私たちが偶像により頼まないで、神様により頼む、主により頼んでいくときにですね、何らかの不利益を被る、迫害とまで言わないかもしれないけれども、何らかのですね、この不利益を被る恐れというのを感じるとですね、大胆にその、主を信じて歩むことができないということがあるかもしれないですよね。でも私たちはそこで迫害を恐れないという
この選択をすることができるわけです。どうしてかって言ったらですね、私たちの罪のために十字架で死なれた方はそれで終わりじゃなくて、葬られて3日目によみがえったからです。死に打ち勝った方、この方がおられるので、私たちは永遠の命を信じ、そして永遠の裁きを信じ、そして最後にはですね、その決着を神様がつけられていくということをですね、私たちはこのイエス・キリストの復活によってはっきりと分かるわけです。ですから、まあ私たちはですね、その迫害を受けたり、このまあ不利益を被るという、そういう恐れを感じることがあったとしても、実はですね、それに打ち勝つことができる福音というものをまあ信じているんだということをですね、覚えることができるわけです。で、これずっと読んでいくとですね、19節にアモンという王様 がですね、変わって王様になるんですね。マナセが死んでですね、そして彼もですね、このお父さんであるマナセと同じようにこの偶像礼拝をやると。20節に、彼はその父マナセが行ったように主の目に悪であることを行った。彼は父の歩んだ全ての道に歩み、父が仕えた偶像に仕え、それらを拝み、彼の父祖の神主を捨てて主の道に歩もうとしなかった。あるわけです。で、その時にですね、アモンの家来たちは彼に謀反を起こし、宮殿の中で彼を殺す、そういうことが起こるわけです。つまり偶像礼拝に心よく思ってない人たちがそこにいっぱいいたってことです。で、私たちは何かを恐れて、そして偶像による頼んで、そして何かを恐れて、そして神様を信じることができないで、そして何かを恐れて、迫害を恐れて、何か神様に従えない、まあ、守るものがあってですね、彼らしてみればユダの国はシリアから守らないといけない、そういったことがあってそれを やろうとするわけなんでしょうけれども、でも神様を信じて生きていこうじゃないか、それがいいじゃないかって思ってる人がですね、彼らの周りにもたくさんいたってことですよね。だから家来もそうだったわけですよね。そしてそのことによってこのアモンは命を落とすわけなんですけれども、24節を読むと、しかし民衆はアモン王に謀反を起こした者を皆打ち殺した、しかし殺した民衆はアモンの子ヨシアを代わりに王としたって書いてるわけです。まあ王様殺した、家来たちは、まあ、罰せられないとならないんだけれども、でもですね、まあよくやってくれたとは思ってないかどうか分かんないですけれども、でもそのアモンの子供は犠牲にしないで、今度はその子ヨシアを代わりに王様とするんですよ。で、この民衆で書かれている人たちはですね、一般の民衆という意味ではなくて、まあ、割と権力を持っている、まあ、お金を持っててですね、このある程度力を持った人たちだったってこう言われてるわけですよね。で、そういった人たちが今度はそのアモンの子供であるヨシアを王様としていくと。で、それはですね、何を表しているのかって言ったらですね、神様は備えを持っておられるってことですね。このヨシアはこの後、偶像礼拝を排除する宗教改革する王様になるわけなんですけれども、だから神様は、創造主は無限の祝福を持っているので、私たちがですね、偶像礼拝をしないで主を信じて人間を恐れないで主に従っていくときにですね、私たちはその神様ご自身を求め、神様ご自身に信頼していくときに、その神様の無限の力というものを私たちはこの知ることになるわけです。で、それが今日ですね、あまり明かしされないので献身者が少ないのかもしれないですね。献身者が少ないとよく言われるわけなんですけれども、それは神様ご自身の無限の力がもっともっと明かしされていく、私の人生の中に主に従う者に神様は素晴らしい御業を起こすということをですね、もっともっとですね、この明かしされていくとですね、そうだ、神様信じていこうって、献身していこう、受けるよりもですね、貪欲に人から奪ってですね生きるよりも、与える方が、祝福を与える方が素晴らしいんだ、それは神様ご自身が祝福を与えてくれるんだということをもっともっとですね、この証しする必要があるんじゃないかなと思うんですね。で、ですからこの王様、確かにろくでなしの王様で偶像礼拝なんだけど、でも私たちはその模範に従わないで生きた人たちがいて、そしてそこには神様がちゃんと宗教改革をやる王様であるヨシアを用意されていた、それは私たち自身の人生においてもですね、神様を信じていくときに神様の素晴らしい祝福が必ず用意されて、そして主のご自身の計画が実現していく、主の素晴らしさが明かしされていく、そのことをですね、ぜひ覚えていきたいと思います。あなた方が経験した
試練は皆人の知らないものではありません。神は真実な方です。あなた方を耐えられない試練に合わせることはなさいません。むしろ耐えられるように試練とともに脱出の道も備えていてくださいます。ですから私の愛する者たちよ、偶像礼拝を避けなさい。私がですね、この御言葉ソングを作った時に、うちの奥さんはですね、この御言葉ソングは最後に、ですから愛する兄弟たちですね、偶像礼拝を避けなさい、この御言葉が入っているのが素晴らしいんだ、言っていました。私は試練に会う時に、人間的なものにより頼む、周りの人により頼む、いろんな神様以外のものにより頼みたくなる。でもその時にですね、私たちこそですね、主ご自身により頼んでいく時、主は私たちの全ての必要を満たし、ご自身の備えを持ってご自身の計画を前進させる、そのことをぜひ覚えて今日も歩ませていただきたいと思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、あなたの素晴らしいご愛によって、私たちがさまざまな戦いの中であなた以外のものにより頼みたくなる時、もうひとたびあなたに立ち返って、そして宇宙を作られたイエス・キリスト、死者の中の蘇らせたあなたご自身により頼むことができるように、神様どうぞ導いてください。主イエスキリストの名前によってお祈りします。アーメン。